皆さんこんにちは、ダイダラです。マリオパーティーアールランドツアーやりましょうか。さあ今日も楽しく一人で遊ぼうつらはい、さて今日もね楽しくフリープレイやっていきたいと思います。パーティーボードでね、まあいろんなねステージをやっぱ攻略してきたわけですけど、今回どれやりますかって感じでいろんなステージってまだ2つしかやってないんだけど、アイテムキャッスルランド、そしてキラーマウンテンサバイバルってところは攻略しました。どっちも面白かったですね。さあ今日はこと3つ目やろうかなと思ったんですけど、ちょっと今日はね俺東京ゲームショー行ってきて疲れたから短めのコースで許してくれ。みんなロケットゲースレースギャラクシーこれやろうぜ。10分から20分運がマックス。ミニゲームも大事、駆け引きはないよ。運と実力で勝ち取れってケースコースですね。やばいな。まあ俺運いいからいけると思うよ。うん、じゃあもちろん俺はワリオでいきましょう。もわーん。前回強いプラスが1人だけだったんで、今回強いプラスを2人にしておきましょう。はい、ちょっとずつ難易度が上がっていきます。頑張りましょうか。それではスタートじゃ。どんなコースかな、ここね。えなんか宇宙だったよな、ギャラクシーだったよな、マリオギャラクシーだ。うわ、レインボーロードじゃん。でマリオギャラクシーか。今のところもチコとかいる。ロゼッタいるかな。あ、ロゼッタもいるわ。ロケットレースギャラクシー、マリオギャラクシー。オッケー。さて、宇宙を駆け抜けるロケットレースギャラクシーへようこそ。マジ一直線コースだな、これ。ルール、ブースターを使えばサイコロの数字がパワーアップ。なんだそれ。ねえ、最初にゴールした人の勝ちだよ。ブースターを使うとサイコロがパワーアップ、使う数を増やすほどたくさん進めます。なんだそれ。そしてサイコロの説明。サイコロには1から5の数字と0がある。0はあるんだ。なんかサイコロに細工してるの多いな。じゃあ始めようか。デイ、俺は何番？ナンバー5。いや、1番だ。いいね、いつも3番目なのに。ナンバー1ワリオ。ワリオ、まさてるさ、デイジー、ワルイジー、ブースターくれてありがとうございます。いいね、レッツパーリー行きましょう。でもちょっと、ボーナスゲームまで3ターンかかるんだ。結構ミニゲームやらせてくれないんだね。へえ、どうしよう。最初ブースター使うってなんだこれ。ブースター1個使ってサイコロを2倍にする。やば。2個追加して3倍、3個で4倍、4個で5倍。でもこれさ、結局んとこさ、なんかあれだよね、使うね、0出したらなしになるから1個消費でいいんじゃないの。6。いいね、ナンバー6ダイダラマン、いきます。来たで。わー、これブースターマスみたいなのがあって、それ踏むとブースターゲットできるのね。いいね。いや6、なんか前にハテナみたいな、なんだ、ハプニングマスあんの。テレスだのターン。テレスも使う？使わないんだ、最初。使えばいいのにね。0出せ、0出せ4 4が、あ、出た、なんもないマス。え、これなんもないマス踏んだら終わりじゃない？マジで最悪じゃん。で、ブースターもらえないし、かなりきついね。あ、デイジーも使わないんだね。1、ハハハハ、デメザコ。あ、でもブースターもらえるから次2個一気に使えば、え、めっちゃ進めるよね。3倍15マス進めるってことだよね、ワンチャン。バグってんな、それ。とんでもないね。ワルイージー。ワリオと悪いじ、協力しようぜ、悪いじ。ねえ。4番。おい、こいつら。ブースターもらえないよ、そこ4だと。かわいそうに。これミニゲームでブースターゲットできるのかな、集まるところ。ねえ。多分そういうことだよね。これ何これ、派手な。ハプニングマスですよ。ここに止まると、ルーレットで決めた。ライバルのいる場所にワープする。うわー、ワープか。これ最悪じゃん。これ多分ゴールの手前にもあるでしょ。これ、この、これ、ハプニングマス。おい、これバーサスマスがある。ほらほら、最悪じゃん。一人先進んでもこれで戻されたら。だから最後にブースター貯めて一気に行けってことなんだね。まあ今使いましょう。貯めていけって話だけど、俺は使いますよ。うるせえ。うるせえ、俺は前に行くんだ。4! おっと！皆さん、僕は、さようなら！あ、行かなかった。びっくりした。ハプニングかと思った、今。焦ったー。おいしい。ワープするか？俺んとこ来い、俺んとこ。待ってるぜ、君たちのことを。4番！あ、ワープじゃね、これ。よし、ワープしなさい。俺んとこ来るか。
俺んとこ以外行け。デイジーとこ行け、デイジーんとこ。デイジーおすすめ。デイジーおすすめ。デイジースタートに戻る。おい、最悪じゃねえか、これ。かわいそうがすぎる。え、ブースターにももらえないんでしょ、しかも。終わってんな、それ。次は、デイジーテレサ。え、これ、戦闘、嫌かも。戦闘、最後の方がいいのかな。また、デイジー。デイジー1しか出さないね。2倍使って1のやつ出して2になったもんね。ブースター、まとめて使おう、ブースター。おっしゃ、次へ、ボーナスミニゲーム。ボーナスミニゲーム響きたいよね、早く。よーし、ザ・ワーリオン、ナンバーワン。バーサスで、ミニゲームで勝つとみんなから集めたブーストアイテムを全部もらえる。やばくないねえ。え、他の人のブーストアイテムパクれるってこと？やばくない？それやりたいけど俺。ゴーだせ、ゴー。すえーい！ゼロ！そんなエンジントラブル！まあまあ逆に考えて。ねえ、奪われない。奪われないじゃない。なんだろう、ブーストアイテム使ってる時に出してたら終わりだから。多分。こい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 。3、2、1。あ、デイジー、お前運いいな。ブーストアイテム何個持ってんのそれ。やばいやばいやばい、ゴールされんじゃねこれ。一気に3とか出して、これバーサスまず踏んだ方がいいかも、マジで。はい、俺より前に行きやがったあいつ、許せねえ。でもここで来るよみんな。ボーナスベリルルルメムミニゲームゲーム、えー、3個もくれるのやばくない？なにこれ。お、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 100で止めろ、絶対無理だってこれ。実力ゲーじゃないだろ、絶対運ゲーだろこれ。針を止めろ、メーターの針が100を刺すタイミングで追い予測して針を止めよう、途中でメーターは隠されるよ。ギョンピッて押すね、ギョンピッ。 A ボタンで、ね、みんな A ボタン、ピッて押す、ピッて、ピッて、ピッて、いいよ、任して。ペッと押す。でもだよねこれ。おーで100。あー、なるほどなるほどなるほど、ぴったりいくんだこれで。今全然タイミング合わなかったけど、どうしよう、やばい。スタート。はい、どうだこれ。今もうガチでやりました、ガチでやりました。皆さん俺を信じてくれ。皆さんはどうでしたか？誰と同じタイミングでしたか？僕はワリオ。そう、俺はワリオだ。ちょっと待って、なんかめっちゃ飛んでるやついる。あ、行き過ぎてるやつもいる。あ、どうだこれ、怪しい。何番、めっちゃいいとこいるじゃんこれ。ほらすげえいいとこいる。4位テレサ、3位が1位が俺。あ、よかったー、ナイスー。ナンバーワンですよ。いや、ガチでやったもん。ぴったりでよかったな、今の。あ、ブーストアイテムゲット。待って。デイジー、ブーストアイテムなんか持ってんだ、それ、あんた。あんたってこう。あんたってこうは。これさ、俺、3つ使ってワンチャンゴールで狙う？これ、無理じゃないの、マス的に。4倍？ワリオタン15バスですよ。あ、いけるじゃんこれ。4倍パワー、16か20でゴールです。あー、でかいよ。そんなー、行かないでー。そんなー、やだー。助けてー。デイジーめっ最初に帰ってきたんだけどな。どんだけ戻すの。ひどいことしないで。長くなりそうですね。この戦い長くなりそうですね。大変ですよこれ。これ悪い字がめっちゃめっちゃ前行って、そこにワープするしかないかも。もうきついなーこの戦い。なんとかせねば。てか悪い字がなんか変なマス踏んで
やばい、5倍サイコロ来た。え、4倍か。やめて、20とか出して。あっはははは不幸。え、悪い字ワンチャンゴールすんじゃねえのこれ。やばいやばいやばい、ゴールすんじゃん悪い字。え、ダメだよ悪い字くん。俺たち終わってます。チームオアリーズ。これみんな、あの、プレイ時間10分から20分って書いてたけど、1時間から2時間かもしれない。誰もゴールできずに。うん。不幸なゲームですね、これ。またハテナちゃん。おい、ハプニングスターくれ。せめて悪いし、もう、いや、もういいよ、もう、もう、毎回前行って、前行って、後ろ行って、前行って、もう、デイジー、もういいよ。さっきんとこやねそれ。ブースターくれ、せめてそれやったら。もう最悪なんだけど、これ。おー、よかった、よかった、ちゃんと出したね、数字。ちょっと、心配してたよ、俺。あと1足して、次。次1足して。もう誰もいいよ、誰もいいから、ゴールしてくれ、もう。俺は悲しいから。俺が勝ちたいけどね、俺ワープするから、早く前行ってくれ、前、悪いし。4か5、4か5、4か5。4か5出して、4か5。ミニゲームしよう。おう！キッチャ、みんな、お前らとブースト全部よこせ。バトルミニゲーム、行くぜ。ブースター系の大チャンス、バトルミニゲームでーす。皆さんからブーストを1個ずつ集めます。1個ずつ集めんの？お前、俺1個ないわ。3つしか集まんなかったね。1位になると3つもらえる。あ、選ぶんだ、悪い字が。何これ、出た、合わせて1コマ。やったことあるよ、これ。くるくる回すんだよ。これ結構むずいんだよね。マリオ！これは進めよう、マリオ。よし。ここが？よし。3位なんだけど、負けた。結構早いな、これ。女神に行く。はいはいはい。いいよ。よし。ちょっと、危ない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 。え、むずすぎるむずすぎる。ブースト欲しいのに。ファイナルラウンド。マリオが追われてます。ここ、やっと最後は1位だ。くっそー。最後だけだ、よかったの。もう1個目と2個目、マジ遅かったな、俺。おめでとう、君たち。お、ワールイジ。自分で選んで自分で勝つ、一番美しいじゃん。え、これ悪い石にゴールされそうだな、さすがに。ブーストアイテム、これで4つか5つ持ってんじゃん、これで。あ、3つか、これで。いや、よかったよかった。ならまだギリギリいけるかも。でも、3つ使ったらゴールしそうだよね。俺、ちょっと前出とかないとまずいかも。マジで。頼む。終わってます！皆さん、僕はもう勝てません！反動が来たかもしれん、前回の。前回の反動が来てる、これは。苦しい。ブーストアイテムめっちゃ持ってる、テレサも。だって、悪い石がマジでゴールしそうなんだよな、これ。怖いね。1か2出してくるね。ゼロデイジー、デイジーも何個持ってる今、ブーストアイテム。2つぐらい、これで。2つか。俺が1だから、次勝って3つゲットして4倍取ってワンチャンかな。でも悪い字が俺でゴールしそうだよな、さすがに。キューバス、やばー、もうクリアじゃん。ワルイージー、お前の勝ちだーって。おいおいおい、ゴール手前のハテナマス。弱ったスーパースター。俺は弱い、なんでだよ。はい、というわけで、3位でした。ビリ一決でした。特にいいこともありませんでした。もう二度とやるか、このマス、このマップ。
なんだこのマップ。まあ、言うて CPU がかなり楽しんでるって感じでしたね。ちょっとミニゲームして終わろうかな。はい。じゃあね、まあ、1ページ目のやつ何個かやろうかな。さあ、崖下りレース。どんなゲームだろう、これ。A ボタンだけなんだ。はいはいはい。ジャンプでかわせ。ジャンプといえば誰？こん中だと。誰もジャンプの申し子いね。テレサ、お前浮いてるだろ。テレサ、お前ミスりようがねえだろ。タイミングよく A を押すだけね、これ。めっちゃ簡単じゃん。シンプル。マリオがいたら強かったろうな。まあ、マリオ。テレサ、お前引っかかっとるやないか、一番に。浮いとる。あ、俺もぶつかった。やばい、ぶつかったらかなりのロス、ロスってる。やばい、悪い字、どっかでロスれ。悪い字、ノーミスもしかして。俺、デイジーと仲良しじゃん。デイジーと。仲良し。え、あ、悪い字引っかかってる。え、なんで悪い字？俺と、俺も一回しか引っかかってないのに。なんでだ？なんか、ジャンプ中で引っかかったんだと、普通にうっとぶつかったんじゃ、多分違うのかな。ね。わからないな。まあ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 。で、崖下りです。まあ、これちょっと、もう一回やったら多分わかると思う。気をつけて、勝てると思う。ね。またやったことないミニゲームはやっぱちょいちょいやっといて、連度高めておきたいね。じゃ次、これ。ガツガツサバイバル。あー、いいよ、大好き。マリオパーティーといえばサバイバルだよね。うん、生き残りをかけて、戦おうじゃねえか、おやら。誰が勝つか。悪い字さんがさっきから語れまくって、気分悪いから悪い字狙おう。狙うとかあるのかな、これ。ヒップドロップもパンチキックもないもんね、これ。逆にこれ踏んだりしたら、ね、邪魔できないもんね、実質。そんなに、ちょっと邪魔やで、押したりとかできるぐらい、ちょっとだけ。あ、悪い字。あ、お、俺が落ちた！邪魔だ！あ、お、一瞬！早すぎる！ちょっと待って。皆さん、妨害の心を捨てよう。うん、生き残ることだけ考えよう。これもう一回やらして。スタート！ちょ、悪い石、協力しよう、俺と。手つなご。手つないで一緒に行こう。よし。こいつが、こいつに当たらないように。普通やってたらミス言うないけど、やっぱ2匹目出てくるよ、ね。さっきな、2匹目出る前にやられた。天使、運悪。これあれ、おい、罪ポイントみたいな、出るな、たまに。おいおい、押すなよ、お前！悪いじゃん、お前。悪い字邪魔だったな今。これ相手の前にいるのすっげえ嫌かも。じゃあ最後にこれやろうかな。ぬりぬりスケッチブック。え、楽しそう。ペン使うやつ。あ、だね、やっぱね、 3DS のゲームといえばタッチペンよ。あ、塗るんだね、楽しそう。え、めっちゃいいじゃん。これね、これリンゴ。いや、リンゴじゃない、やっぱりオレンジだよ。バカかお前は。バナナだ。これどう塗ったらいいんだろう。あ、濡れたらオッケーって出るんだね、ちゃんと。メロンだ、メロンメロン。よし、読んでこい、よし。早くね。あ、通り濡れてない。オッケー、3、3位俺。遅っ。結構大変やな、これ出るの。はい、というわけで負けました。くそ。今日いいとこなかったです。皆さん。はい。というわけでよかったよかった。やっぱ、まあ、そういう時もあるよね、みんな。勝てない日も。うん。マリオパーティーってそういうゲームだから、みんな。はい。それでは皆さん、今回ここまでにしましょうか。次回はちょっと長めのコースやっていきたいと思います。次は勝ちます。もう、運だけ野郎には負けません。マリファそういうゲームですから。また次回の動画で会いましょう。大太郎でした。おつぽよ。